はい、どうも、キスケです。ということで、本日はですね、おめでたいパーティーを使っていこうかなと思います。はい。ドラゴンボールレジェンズは、めでたいことに6周年を迎えたということで、つまりどういうことかっていうと、パーティー編成で、1周年から6周年までで、ビシッと組めるようになったということですよ。はい。パーティーの内容を見てってくださいよ。下から、1周年スーパーベジット、2周年ベジットブルー、3周年ゴジータ4、4周年ウルトラベジット、5周年ベジットブルー、そして今回の6周年で合体スーパーベジットということで、いやー、いいね。けどさ、こう並べてみるとさ、周年のベジット率めちゃくちゃ高いね。3周年だけやもんね、ベジット出てないの。そう考えると結構、ベジットなんだっていう。そんな感じですね。はい。かなりめでたいパーティーではあるけど、強さ的にはどうなんだって聞かれると、うーんと言わざるを得ないんですが、やっていきましょう。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしましたということで、孫一族パーティーでしょうかね。対戦やっていきましょう。せっかくなんでね、全員使いたいよね。こういうコンセプトのパーティー使ってるっていうのは。そういうことですよね、つまりは。イエローいないんで、1周年の野郎を使って、6周年は、パーティーパワーを上げるために使って。あと1体どうするか。ウルトラ、スーパーベジットでも使えますか、じゃあ。1周年、4周年、6周年。時期的には結構バラバラでバランスはいいんじゃないでしょうか。対戦お願いします。さあ、ブルーが結構、刺さりそうかな。で、一番刺さんのは1周年の 1周年のおじいちゃんなんですけど、いや、どうなんだろう、これ。さすがに、火力出ないよな。知らんけど。さあ、お願いします。ベジットってとこかな。オッケー。ナイス。これが4周年パワーだ。意外と入る。あーん。最悪ビッチョンチョン。これは有利属性で食らいましょう。はい。なるほど。これでチェンジアビリティ使って、おめえ、俺にはな、6周年のキャラクターで殴るしかな、残されてねえんだよ、道はよ。分かってんかい、その辺。残ってねえわけ。道が。燃えてきたでー。ナイス。チェンジアビリティ使えるのは助かるね。さあ、もう変身しちゃいましょう。サクッといっちゃおうぜ、サクッと。これで全員パーティーメンバーがスーパーベジットに生まれ変わっていく。そういうコンセプトじゃねえから、これ。はい。いいね。いいね。来ないか。残念。はい。これでも暗いな。はい。いいもんやるよ。来ない。泥足弾がめちゃくちゃ効いてるぜ。うますぎー。オッケー。とりあえず、通常で。うわー。マジか。コンボが終わっていくー。コンボが終わっていく。死んでまうで。死んでまうで。さあ、救急ガーツ。おやら、このスーパーベジットの救急ガーツ、ほぼ見たことないやつおるやろ。これが、1周年のパワーだ。よし。ナイスだ、ナイス。はい。通常で返しとくか。オッケー。
とりあえず時間を任せ。おお、中距離打撃近づいてきて、中距離打撃了解。かっこええな、それは返しちゃうもんね。はい、オーケー。なるほど、まあラッキーだな今のは。でこれでバニシング回復。さあ居座るで、ウルトラベジットで。どうするよ、通常で返しとこうか。近づいてきてやることって、この人通常中距離打撃なんで、それはね。はい、ありがとう、ありがとう、んとん。まあでもね、このベジットでライジングは打ちたくなかった俺は。うん、正直言うと読まれかねない。あー、よかった、ナイス。これが執念のパワーってやつだ。いやん、1周年のベジットも救急カーツ打てたしね。なんなら一番活躍してないの6周年っていうさあマッチングしましたということで、対戦やっていきましょう。お願いします。さて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 、どないしますか。あー、こういう感じでいきますか。じゃあはい、次は6周年5周年3周年という形ですね。ちなみになんですけど、前もって言っておきます、2周年はね使わないかもしれない いっちゃん弱いっしょぶっちゃけ。さあお願いします、見せてやる。おー、ラッキー、オッケー。まあここも外しちゃおう。いやー、そうだよな、欲張っちゃうよ。ただ射撃圧が来ないよ。通常で返そう。来ないね。もう、なんだよ。やることといえばそれかよ。ダルメシアンすぎるぜ。うん。わざわざ振り属性に変えていく。新しいね。新しい。さあこれで体力半分以下になればっていうところなんですが、どうでしょう。ならないか。ライジング早くね、早すぎないちょっと泣いちゃうんですけど。ビア、耐えろ、何かの間違いで無理みたいですね。やん、必殺だって引いてんなよおめえ。そうだよな、よかった。おお、すごいや。はい残念、中距離打撃もバンバン使ってくるね相手、面白いぐらいに。はい、燃えてきたで。はい、いいよ。おー、打撃圧効く打撃圧効くよ、いいよ。突進系が刺さるよ。さあ変身しよう。さあ1試合目はね、意外と先輩たちに道を譲ってしまったというか、うん、意外とね6周年のキャラクターが一番活躍できなかったっていうオチになってしまったんで、まあ、これはね頑張ってもらわないと。さあ対戦だ。いや遠距離打撃も中距離打撃もしてうん、してくるね、男らしいね。で泥速ダウンえぐいんやけど泥速ダウンがえぐい。泥速ダウン3つついとったでペジットになんてこったい。そろそろ終わりにするか。ヘイヘイユー、くらえ、必殺技だ、おら。オッケー、とりあえず1体落としたね。さあライジングラッシュ打てるようにはなったけど、あー予約気持ちいい、それは助かる。いい勝負すぎるこれが執念パワーなのか。
おめでたパワーってやつだ。はい、残念。お釣りだ。カムスね。カムスお釣りだ。はい。さあ、ラスト。まあ、ラスワンご飯鬼強いからな。メイン使っていく。救急カード手札に2枚。いかついな。オッケー。あー予約が美味しい。予約が美味しい。タックルに全てをかけてるね、相手は。わー、打撃カウンターなくなっていく。美味しすぎませんか、皆さん。全てがこっちに向いてる。はい。させるかよ。いやー、落ちなさそうやねんけど。大丈夫？微妙じゃねえ、なんか。連打はするけど。くらえ。ほら。ああ。これ連打数少なくなったよね。ああ、さすがに行くか。よかった。5周年パワーです。さあ、マッチングしましたということで、お！これは2周年のベジットブルーを使える時なんじゃないか？あと1体どうしよっか。悩むな。まあ、ベジブルーかな。いや、でもな、こんなことある？こんな選出ある？これでいこう。よし。とんでもない選出になってしまったんやけど、大丈夫これ。相手ゴッド14回言ってるよ。このパーティーではないやろうけど。まさかの1周年、2周年出すとは思わんかった。マジで。ダメだー。オッケー。ラッキー。はい、出てくるか。結構シンプルに出てくるタイプかな。必殺技やめて。怖っ。バリアと、これがバリアですよ。通常危ねえ。そのまま死んじまいそうやったぜ。わあ、美味しい。結構引っかかりそう。全然効かん。硬すぎん。硬すぎないっすか。はい、燃えてきたぞ。さあ、クリティカル発生して、おお、キャラチェンしてくれる。美味しくね。ライジング打てるけど、これどうしたらいいんやろう。どうしたらいいと思う、みんな。ちなみになんやけど、ブロリーに打ちたいなーって思ってんねんけど。はい、とりあえずある程度削って、で、相手がキャラチェンしたいなーって思わせたタイミング、それが勝機になるんじゃないかなって思うんやけど、コンボが終わっていく。了解です。パパッと打った方が良かったかもね。気力ないよ。うわー、押せてない。マジか。火力高すぎ。それ何？あ、必殺技か。よかった。いや、マジでね、わからん。特殊なのか、どうなのかっていう話なんだよな、マジで。変身しない。変身するかなと思ったんやけど。オッケー。はい。ナイス。これ美味しい。はい。いいね。あ、ドラゴンボールなくなっちったお。ドラゴンボールなくなっちったお。マジかよ。いや、もう打つか。そうだ、さっき打たなくて後悔したから、打とう。うん。どうせパンちゃんに当てるんやったら、もうね、ちゃちゃっと打った方が良かったよね、マジで。後悔先に立たずってやつだ。俺の人生を反映してるかのようだな、この試合は。そうかーつ。見逃してダメみたいですね。いや、相手変身結構、いやー、必殺発打撃発しかないか。攻めきれないね、これ。そろそろ終わりにするか。ダメみたい。
いやー、どうしたもんかね、これ。とりあえず有利属性ではあるから、ある程度受けれるっちゃ受けれるんやけど、硬いな、ベジットね。有利属性はこんな硬くなるのか。遠距離すごい。遠距離だ。変身していく。いや、これベジットワンパンされっかな。危険を犯せないよな、正直。ベジブル捨てるか。ライジング以外で落とされるのマジ辛いけどな。けど6周年のベジットがワンパンされるよりはマシやと思うわ。メイン使っちゃった、ミスったね。必殺ダーツ2枚も持ってんのかよ。おつ、オッケー、球場で返していく。おーおーおーおおおお、マジかよ。マジかよ。いやー、無理か、残念。危な、はい。1周年のベジットじゃ無理よ、さすがに。見てこの火力。この火力を見てくれ、みんな。これは無理、無理だべ。しかもカバチェン取られていく。容赦ねえな。もうちょい慈悲を見してくれよ。ライジング溜まってたらワンチャンって感じなのか。そんなことねえよな。中距離打撃していく。いやー、ドラゴンボールたまんねえよなー、全然こうへんもんね。全然来ねえんだよな。もう泥速ダウンも入ってるしな。残念。さすがに無理でした。